スからのペイ。はい、もも。かわいいね。かわいいね。浴衣です。はい、浴衣。で、今日第56回の伊勢原観光道館祭りっていうのに来てます。はい。去年も来たね。去年も来た。で、まあすごい楽しかったから今年も来て、去年はねコロナ禍初だったんだけど、今年はコロナ禍明けて通常開催。うん、ということで聞いてます。ね、だから去年も大きかったけど、今年はもっと大きい。そう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 。去年イルカも大きい。すごいね。ねえ。で今日はね9月30日になるんだけど、明日10月1日はなんとね芸能人もね来るんだよね。ね。この2人。志田未来会いたかった。志田未来会いたかった。うん。市川さんも。会いたいって言っても遠目から見るだけだけどね。まあそうだね。という感じかな。でね、結構この道館祭りってなんか変わった名前だけど、人の名前から来てるみたいで、太田道館っていう人から来てるんだよね。ね、知らなかった。で、この太田道館は室町時代の後期の活躍した武将で、江戸城を築城した武将として、あとは学者としても一流だったっていうことでなんか称えられてると。すごいね。はい、まあこういう感じの人だったのかどうか知らんけどね。ここほら、太田道館こう鷹狩り行列。ああ、なんかあるんだろうね。ね、まあこういうのも見れたらいいよね。これは今日はやらないのかな。今日はやらないんじゃない、10月1日って書いてあったから。しょうがない、うん、まあこんな感じでね。ね、すごいね。はい、じゃあ早速行ってみましょうか。はい、食べる。はい、早速すごい盛り上がってるな。盛り上がってる。盛り上がってるぞ。スケジュールで見たことないから見たいね。2時からやりますね。見たい。はい、やっとちょっとお腹空いたから、もう昼だからさ、うん、なんか食べるか、なんかちょっとつまみながら行きたいですね。ここか。皆様にご案内いたします。日産広場ステージを移り込む。ここでナレーションも言ってんの。へえ、生放送中だって。何？これなんか美味しそう。あ、美味しそうじゃん。買います。買いたい。ミックス食べたい。はい、買います。はい、ありがとうございます。あとは豆お菓子3種類、なんか試食もさせてくれた。これ3種類。はい、エビと後引き。はい、これ後で食べます。はい、ジュース買いました。はい、で、ちょっと気になってるのはこのインド料理。はい、何があるの。お肉、チキンか。ケバブと汚れるな。超うまそうだね。これか。はい、チャージョーベトナム料理買いました。あ、チャージョーっていう揚げ春巻きな。はい、あとね、鶏皮かな。鶏皮も食べたいっすね。うまそう。はい、ベトナムの春巻きな。
揚げ春巻きな。揚げ春巻きな。3つで600円。生春巻きもあったけど、パクチーちょっと苦手だからやめちゃった。そうそうそう、本当は生 春巻きが良かったからね。そうそうそう。いただきます。はい、うまい。うん。で、あともう一個が、ちょっと鶏皮キムチ、あれ自分でトッピングできるタイプ、これも600円、安いね。うん、チリソースちょっと辛い。チリ辛い、思いっきりかけてくださいって言ってたけど、スイートチリとちょっと勘違いした。ああ、なるほど。うん、ちょっと辛いの苦手な私には、苦重いな、これ。うん、うまいね。でもなんか確かにちょっと辛い、イメージがちょっと違う、ベトナムの揚げ春巻きって、これじゃないやつのイメージ、はいはい、まあいろんなのあるんだろうね、いろんな種類あるんだと思う。うん、おいしい。はい、鶏皮。友達が、え、いらっしゃい、うん、まあもう安定の味で美味しい。キムチもうまい。だ今ね、このタレが垂れてね、大変なことになってる。そう、大変なことになってる間にママが半分食べたから。そうそう、えらいことだわ。はい、ごちそうさまでした。続いて、イベント会場ご挨拶やね。武道館入口から246までの電柱がね、なくなるところでもございますので、始まるよ。また駅前まで戻ってきましたよ。戻ってきました。はい、ここは駅前。一人だけ食べたね。これ駅前のメイン会場。なんか人が集まってるからなんかやるのかも、そろそろ。はい、最初はここは幼稚園のセレモニーみたいですね。幼稚園のセレモニーだよね。間違えた。最初はオープニングの最初が幼稚園のかな、わかんないけどね。あと30分後だったからちょっと先だね。ね、ちょっともうちょっと歩いてみよう。はい、ちょっと歩いていきましょう。うん、確かね、あっち側曇ってる。こっちから来てあっち側に行くとまだもうちょっとあったと思う。そうだね。なんか広場とかもあったもんね。広場あったね。もうももちゃん暑いからスリングに入れました。はい、すごい。なんかあれだってね、あの伊勢原名物の鳥栖っていうちょっと酸っぱい唐揚げ、うん、があるらしいよ。あるらしいね、鳥栖ね。ちょっと次あったら食べる。ちょっと考えてもいいか。長崎名物もあるよ。でっかい方の娘だ。レモネード、レモネードだね。レモネードうまそうだな。あれ、去年買ったリンゴ飴で今見てたらかき氷200円っていうのが飴が入ったんだよね。これ安い。よし、じゃあちょっと行ってみましょう。あ、そうそう、ラーメンもあるんだよね。ラーメンいっぱいある。2つです。はい、やってます。はい、1個目です。2個目です。はい、どうぞ。モリモリです。ありがとうございます。はい、やったー。はい、やったー。カチカチで気持ちいいね。はい、どうぞ。かき氷美味しいね。何がいい？何がいい？800円。はい、800円です。はい、かき氷買いました。買いました。なんと味は一緒になっちゃったんだけど、パパさんがレモンとブルーハワイ、ブルーハワイ半々にしてたから、ママさんは真ん中にレモンやって周りにブルーハワイやってみました。でも結局同じだから。そうだよ。で、これをシロップかける前にももちゃんにもちょっとお裾分け。はい、ちょっと持ってましたよ。はい、はい、いただきます。どう、熱いけど美味しい。うま、
うまい？いただきます。うまっ。うめえな、かき氷は最高。広場だね、お祭り広場。こういろいろあるんだよ。はい、ママさんまだかき氷食べてます。口の中が超冷たい。ステージではダンスやってる。ダンスか。お、10円パン。ショート動画に出したやつだな。ゴムそば。あれか。ちょっと、ごめん。あら、終わっちゃった。はい。はい。なんか来たぞ。本部の方まで歩いてきました。はい、本部の方はまたこの演舞ね、ちびっ子がいっぱいいるんだね。参加チームのご紹介をいたしましょう。ミラクル友人、人間子供園、伊勢原祈り幼稚園、あなたも浴衣しようですか。浴衣着てます。最近抜いてもらおうかな。何を会場にお越し、会場にお越し、一つお願いします。はい、ちょっとお待ちくださいね。はい、豚汁です。食べます。生姜が効いてるね。うん、え、分かんなかったの。効いてる。めちゃめちゃ生姜の味がするんだけど、うち生姜はまあ入れてないから、ね、使わないね。いや、うまいね。まあ、豚汁作るのパパだけどね。基本はね、俺大好きだから。そう、下手したら毎週作る時あるから。毎週のようにパパさん豚汁作ってるから。さすがシェフの味だな。うまい、豚汁うまい。この間さ、もう一本出てると思うんだけど、長野行って信州味噌買ったんだよね。うん、で、その信州味噌で作った豚汁作ったんだけど、早速めっちゃうまかった。安い信州味噌だったんだけど、ほんと200いくら、300円ぐらいのね。そう、あの普通に一般家庭で使いそうなね。そうスーパーで買ったんだけど。いや、うまいんだよ。なぜかうまかったんだよ。うまかったね。別に味付けはいつもと変えてないのに、信州味噌を使っただけなのに美味しくて。うん、なんかちょっとさ、割高な信州味噌も買ったけど、はいはい、あっちよりかも美味しく感じたね。まあでもそうね、ちょっと食べ比べてないから分かんないけどね。はい、場所はここですね。これもともと飲食店なのかな。違うよ。あ、違うの、うん、え、サイズ上か。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、で、ぶどう飴。ぶどう飴初めて見た。確かに。あー、でも1個100円だ。食べる？2個で200円。え、じゃあ俺も食べたくなるじゃん。じゃあ食べる。2つください。はい、好きなの言って。はい、はい、これ乾杯。飴うまいの？まあまあ普通に飴だよ。あったかい、うん、出来たてだったんだ。まあ今刺してたからね、いっぱい。どう？うん、うまいね。おいしい。これブドウにたどり着いた時もちょっとね、楽しみね。どんなんなんだろう ね。ちょっとママさんとね、突き当たりまで行ってみましょうって。うん、はい。なんかそば打ちとかもできたりとか。キッチンカー、すごいな。で、こっち側は屋台がたくさんあって、すごい、あの前回来た時は本当に本当だよね、広い。ケバブの山もあって、ああ雨はなくならない。最高やないか。まだね、なくならないんだよね。なくならないんだ雨。はい、うん、ママさんのブドウが割れました。うまうまい。うまいんだこれ。
飴とぶどうがうまい。合うんだよ、ね、なんかこうすごい似たな。うわ、なんか神社すごい若いね。本当ひしぶき合ってる。すごい。あれ、ぶどう飴ある。あれ、伊勢原はぶどう飴のメジャーなのかな。割れた。割れたね。これどっかに決めてるの。おい、何やってんだよ。神社突っ込んでみます。あ、ここは二個付きと三個付きがある。あ、そこ三年あるね。あ、二個付きからしか行ってないですよ。狭いけどすごいいっぱい入ってんの。すごいな。なんかやるな、これ。子宝祈願って書いてある。すごい人がいた。びっくりした。あの、ひしめき合ってた。ひしめきってたね。はい、ってことで、こんな感じで今もう。はい、もう夕方5時ぐらいかな。いい時間ですね。はい。まだまだ今日は7時まであるから、舞台もすごい盛り上がってるけどね。はい、ってことで帰りましょう。はい、ももちゃんもいっぱいね、この浴衣 ね、いろんな人にね、可愛 いって褒めてもらったね。可愛 いって言われたね。よかったね、来た甲斐があったな、ね、ほんと。で、意外とね、あの、思ってたよりかも気温が上がっちゃったんだよね。そうそうそう、暑かったな。ちょっと暑かったね。今もう涼しいけど、うんうん、ちょっとももちゃんかわいそうだったかもしれない。そうね、うん、ほぼずっとスリングだったね。そうだね。これからちょっと、はい、あの、帰り道は少し歩いて帰るから ね。はい、じゃあそういうことで、はい、伊勢原もう本当すごかった。道館祭り、道館でも明日もあるからね。明日はだってほら芸能人のさ、いやそうだよ、それこそ堀北真希と分けるからね。堀北真希、堀越真希、堀越真希、堀美雪誰だっけ。なんだっけ志田未来だ。志田未来、志田未来だ。志田未来。そう、でもあの、この初めてこのちゃんとした通常の祭りを楽しんだ。そうだね、うん、すごかった。すごかったね。うん、こっちや。うん、また来ようね。また来ましょう。はい、で、チャンネル登録と高評価お待ちしております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。